はい、皆さんこんにちは。漫画家の島田慎です。アシスタントデスクです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね。はい。はい、こちらです。はい。ということで今回の企画はですね、プロ絵師だったらこんだけ長い爪でも完璧にイラスト描けるか検証してみたー。はーい。なぜか俺もやるという。まあ今回は私プロ絵師の新本がこういう長い付け爪をしまして、これで絵を描いてみたいと思います。で、S 君にも逆にプロ絵師じゃない人がやったらどうなるかっていう参考のために一緒に挑戦してもらいたいと思います。多分ね、変わんないと思うよ。逆に出来上がり変わんない？変わんない変わんない。では早速この爪で絵描いていきましょう。レッツチェキラー。結構狂気ですね、これね。やばいよ、めっちゃやりづらい。はい、では今回描くキャラクターなんですけども、はい、この長い爪にちなみまして、うん、なんか魔女っぽいなと思ったの、ちょっとこういうの。魔女なの？だから、なんか魔女っ子でもいいし、まあ魔女でもいいから、うん、魔女っぽいキャラクターをお互い描いてみよう。わかりました。じゃあ早速やっていこう。はい。これ鉛筆持てるんかな？そうなのよね。え、まあほら、片手はさ、とりあえずやってないから、普通に持てるんじゃん。でもこっちでさ、持とうとした時にさ。あ、でも、できるかも。あ、できるよ、私多分これ。あ、人差し指の置き場にちょっと困るね。無理じゃね？俺、鉛筆って普段はさ、こう持つじゃん。うんうんうん、こうやって、こうやってさ、持てないよ、ほら。確かに。この爪が邪魔してくるから。まあ確かに。爪が邪魔だな、やっぱり。この間をさ、縫ってさ、こういう感じで。その持ち方変じゃん。間を縫る。でもなんかね、爪をうまく畳めれば中に、いける気がする。畳めなくね、この爪長すぎて。ちょっと今やってみてる。あー、いつもの持ち方はできないね。いつもの持ち方ってどうだよ、こうだから。だからこうやって持つじゃん。人差し指をつけると、ここに、爪がはみ出ちゃうの。そうだな。だから、こう、いい感じに。こうじゃね？ほら。うん。そうやって持ってた？持ってた。マジか。うん。はい。では、ペイルしていきたいと思います。まあ、下書きはね、いつもさっさっさって書くから、正直結構できてたのよ、なんとなくで。はいはいはい。問題こっからなんだよね。やっぱね、力の入れ方がいつもと違うから、うん、こう、線がよれないように頑張ってペンを入れていきたい。これはなんかもうすでにね、難しいよ、これ。持てないよ。なんかガリガリ当たってこう痛いし。なんか変な感じだなぁ。やっぱ、ブレるなぁ。手に力が入らない。なんかあんまり手にグッて力入れちゃうとさ、爪がさ、他の部分に刺さるのよ、背の。ガリ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 言って、変な感じなんだけど。こうやってやってみるとさ、たまに本当にめちゃくちゃ爪の長いお姉さんとかいるじゃん。うん。すごいよね。みんなすごい器用じゃない。器用だよ。あ、見てみんなあのお姉さんとか多分さ、あれでメイクとかしてるんだよ。すごい。で、携帯とかもみんな器用にいじってんじゃん、スマホとか。逆になんか当たった時すっげえ痛そうだけどな。ねえ、だからいや、すごい器用だなと思ったよね。男の人はさ、そもそもがさ、こういう付け爪とか多分しないでしょ、もともと。まあね、でも最近だいぶさ、男性でもネイルする人増えてきたからさ、うん、今後もしかしたら増えるかもよ、男性の付け。これ男性はないだろう。俺今日初めてさ、これつけてやってみたけど、うん、めちゃくちゃ多分できないよね。うん、まあ、なんか、この、作業向きではないよな。この、何もない爪が、どれだけすごいかっていうのを痛感するよね。うん、これをつけることによって。でも、作業向きではないけど、なんか人に襲われた時はこれで戦えそうな気するわ。これ結構狂気だよ。狂気だよね。マジさっきね、自分のここにすごい刺さった時めっちゃ痛かった。わかるわかるわかる。こうやってブスッと刺さった時、めっちゃ痛いと思ったもん。わかるわかる。一番この描き方がさ、なんか良くなったよね、俺。変なとこから持ってない。あ、でも同じか。うん、いや、あ、同じ同じ。わかるわかる。いや、でも同じだよ、同じ。やっぱ爪を畳むしかないよね。爪を畳む以外に、この、うまく描く方法はない。うん。この、人差し指の爪の線で四角が生まれるんだよね、絵の中に。今描いてる線が見えない。まさかの、こうみんなからわかんないというか、私から見ると、この爪がね、ちょうどこのペンの先に被っちゃってて、ちょうど描いた線が自分で見えないんだよね。逆に、俺が、ハンデ対決だったら、うん、俺に勝機あったのかもしれんって一瞬思ったが、しかしながら先生の今横で見た絵を見た限り、これが仮にハンデ対決だったとしても、俺に勝ち目はなかったということです。いや、なんだろう、思ったほど描けなくないよ、私これ。なんか慣れてきちゃうと手が。もうなんかこれで全然いける感じ。だから、全然私、ネイルしながらできそう。いや、わかんない、これ片手じゃん。逆に両手だった時に、こっち押さえる手とかも長いじゃん。だから逆に言うなら、こうなった時に、ほら、こうやってやって、邪魔になる。描いてる線が邪魔になる可能性もあるやん。まあね、確かにそれはあり得るな。でもね、なんかいけそうな気するよ。思ったよりは全然。
え、このレベルの絵描けちゃう？両、まあ、仮に両手だったとしても。でも、両、これが両手になっても大して変わんないと思う。じゃあもう俺に勝機ないや。ない、だから気が変わらないね。いや、こう YouTube のね、説明をし始めてから、手元がアップになることが多いから、逆にあえて何もやんなかったけど、割と昔はネイルとかが好きで、こう、まあ、こんな長い爪はしないけど、結構こう伸ばしてね、ジェルネイルとかをネイリストさんとかにやってもらったりとかもしてたの。って思うと、あの状態でも結構何でもできてたから、まあ、それがちょっと今伸びただけって言えばなんかその感覚な気もするんだよね。さすがにここまでは伸びてないじゃん。伸びてもこの辺だったでしょ。あ、そうだよ、そうそう。うん、だからね、倍じゃん、これ、やっぱそういうの。でもね、そんな大差ない気がしてる。あ、結局なんか長さはそんな関係ないと。結局、長ければ長いほどダメというわけでもないと。そうなの、逆に言うとあのジェルネイルしてる時も長さそんななくても、うん、でもやっぱり普通の爪よりは長いから、まあ、そうそう、結構なんかに引っかかったりとか、あのラップがやたら爪にくっついたりとかするの。うん、サランラップがね。あ、そうなの？そうなの、そうなの。何かと不便はあったけど、慣れなの、それも。結局なんかこう慣れてくると、もう何とも思わなくて生活できるの。ってことは、これも慣れれば何ともないと思う。そう、絶対そうだと思う。で、これを仮にだよ。一週間くらいつけてたらもう慣れちゃう。あ、でも何とも思わなかったと思う。器用になるよ。人間対応してきて、この爪で多分何でもできる。なるほど。まさかの、これが一番最難関の可能性ある。消しゴムが一番辛いパターンじゃね。どうしよう、消せないかな。あ、消せる。だって俺の消しゴムの方がでかいやん。うん、無理だわ、俺。でかい方がやりやすいと思って貸してあげたんだよ、大きいの。いや、これ案外ちっちゃい方がいける説だよ。本当に？見てみ、ほら、俺。後方消せて、力入んないよ。消せてない。力入んないよね、力入んない。撫でるような感じよね。もうこれはもう消しゴムで終わるぞ、これ。手の、変なところに今筋肉が使われてて、手の筋肉が死ぬ。しかもなんかこう、髪に当たるとこのキーキーなる音、これ一番最悪。なんか爪で髪を傷つけてしまわないように気をつけないと。あ、なんかでも変なところに、ああ、嫌だ、本当にわかる。すっごい嫌な音鳴る、たまに。わかるわかる。この感じがもう最悪よ。そうならないように消すしかない。これ案外どれだけ鉛筆をすごい薄く描けるかね、勝負が。確かに。鉛筆めっちゃ薄く描いた方がよかったかもしれない。あれ、俺、見て、技身につけたわ。この、縦にして、こう、こする。確かに。それでいいの？この技を見つけたわ、俺は。いや、マジ、今まで動画を撮ってきて、初めてここまで消しゴムについてくれて、あの、本当に爪をみんな長く絵を描くときは、正直ペンとかよりもね、消しゴムを慎重に選んだ方がいいってことが今一個分かったよ。はい。で、なんとか消しゴムが描き終わったので、ラスト色を塗っていきたいと思います。はーい。はい、イラスト完成しました。ということで、それぞれのイラストを見ていきましょう。はい。はい、こちら、新本の描いたイラストです。はい。まあ、とりあえず私はおじゃ魔女ドレミ世代だから、うん。やっぱ魔女といえば魔女っ子のイメージだったの。めっちゃ古いけどな。古いって言わないで。ということで、まあ、なんかちょっとポップな感じの魔女っ子ちゃんをイメージして描いてみました。なるほど。いや、なんか正直ね、私、そんないつもと変わんないのよ。いや、多分、ほぼほぼっていうか多分、いつもと変わってないわ。なんかね、ちょっと線が、やっぱいつもより寄れやすかったりとか、うん、ちゃんとくっつかなかったりした、線と線が。ああ。でもなんかね、すごい思ったほどガタガタになっちゃうみたいなことはなくて、慣れてきちゃって、途中からは。なんか全然普通に描いてるお絵描きしてるような感覚でした。俺から見たらだって、いつもと何が違うのか。わかんないでしょ、わかんないでしょ。では次、S 君のイラストです。はい。はい、こちら、S 君の描いたイラストです。まあ、魔女だから。いや、おじさんじゃん。完全に魔女。魔女ってさ、女って書くじゃん。あの、魔の女って。ああ。おじさんじゃん。違うんだよ。なんか魔女って言うと、白雪姫の魔女しか出てこなかったの。あの、リンゴあげるおばあさん。いや、だとしても別物じゃない。いや、鼻が長いイメージあるじゃん。ある。言うつって。あ、そこだけはわかるけど、そこだけはわかるけど、あと何にもこれ、ただ森に鼻の長いおじいさんじゃん。おじいさんじゃねえんだよ。あとまあね、今回の企画としては、爪が長くて映画描けるからだけど、エス君もいつもと何にも変わんない。違う、いつもより多分うまい。エス爪が長いことによって、マジでなんかいつもよりも、こうなんか真剣になんか真面目に描いてた。いつもよりこれうまいの？うまい。だとしたら、せっかく今までずっと絵を教えてきて、悲しいよ、爪が長い方が絵がうまいっていうさ。
はい、ということで今回はこんなに長い爪でもプロ医師だったらちゃんとイラスト描ける検証してみたは、まあ多分無事大成功。大成功なのか、議外に湯葉かけたという検証結果が得られたよ。ということで、まあせっかくなのでここ2つ並べますので、皆さんどっちのイラストのがより魔女っぽかったか、よかったらコメント欄で教えてください。魔女っぽさはまあ俺だなどうかなということで、よかったら皆さんもたまにはこんな長い爪でお絵描きチャレンジなんかもしてみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもお待ちしております。はい、ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と、はい、S くんでした。バイバーイ。なんかまた出せそうだよね、これシーって。